どうもこんにちは、本日は皆様イオン火災にお越しいただきまして誠にありがとうございます。たくさん来てるじゃないですか、すごいです ね。こんな来てると思わなかったんですごいですけども、ご紹介いただきまして、今日神戸から参りました日本一縁起がいい歌手なんて言われておりますブラボーしろうと申します。よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、8組の、アーティストによります家借り立ち借りね、皆さんに曲を楽しんでいただこうと思うんですが、開演に先立ちましてちょっと全員一遍ここに並べてみたいと思います。じゃあ皆さん全員出てきてください。皆さん大きな拍手お願いします。はい、みんなあんまりひいきしないようにね、まんべんなく声かけてあげてください。今日はですね、この8人皆さん顔覚えとってくださいね。お名前呼びましょう。神谷由紀です。拍手です。そして愛媛健一、そして平浩一、澤田康人、田山博士、今着いたとこですけどね、田山博士は、はい、相川雅紀、長浜由美、ごめんなさい、長浜由美すみません、はい、そして私、ブラボー志郎です。よろしくお願いいたします。さあ今日はね、長時間ではありますけども、本当にたくさんの曲を皆さんに聴いていただきたいなと思いますので、いいテンポでどんどんいきます。それでは一人ずつ喋るとキリがないので、次の、トップバッターのね、神谷さんにだけに残っていただきまして、後の方はとっととつらかってください。我々でですね、人の曲を自分の曲じゃなくてね、今みんな自分の曲を歌いましたけども、同じレコード会社の別の方の曲を歌おうかってことになっておりまして、これが結構大変でね、みんながね一生懸命練習してるみたいなんですけども、何が大変かって、そもそもどんな曲か知らないんで、同じレコード会社やけどね、もう無責任なもんで、皆さん自分のことで精一杯ですからね。ということで、いろんな曲を聴いていただこうかななんて思ってます。本当にね、これもなかなか聴く機会がないと思いますし、さっきね、みんな今裏でも一生懸命まだこの後に及んで言うてる人たちがたくさんありますけども、じゃあまずですね、1曲目ちょっとまず人から呼びましょうか。じゃあ田山さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、ね、そんな並んでまで見たいわけですよ並んでまで見たいよね、もう楽しみに待ってたお客さんがたくさんいますから ね楽しんでいただこうと思って、じゃあ今日は何を歌いましょう。ですね、はい、なりたい、なりたい、僕にもなりたいもんがあるんです。ある、そんな気持ちを歌わさせていただこうかと思いますけども、相川雅紀さんの曲です。はい、初めて挑戦します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。俺はヒロシだ。
溜めて歌ったんだと思ってました、ね、最後なんかそんなことない、なりたいのがすごかったです、ね、やっぱりお母さんの元ね生まれがあったらもう一回本当に生まれてみたいなと思いましたけどもね、とってもいい曲で歌わさせていただきました。どうでもいいです、ありがとうございました。ありがとうございます。よかったら握手してもらっていいですか。すごい、まさきとひろし仲直りしました。さあそれではですね、次なんですけども、次はねさっきの、田山さんの曲を私ブラボー四郎が歌わせていただきたいと思います。まあ次々ねこうじゅんぐりじゅんぐりに歌うことになってますので、曲がですね俺に聞くなよ、知ってます？歌いにくいななんか。じゃあよろしいでしょうか。ではブラボー四郎歌わせていただきます。俺に聞くなよ。聞いてみましょうか、田山さん。うまい。あれは難しいね、この歌ね。難しいですね。でもなんか感情がね、すごく思ってて。思うんですか、はい。お母さん悪いことでもしたんですか。しましたね。でもね、ここでね、関西人やったらね、じゃあ感想聞いてみましょうか。じゃあ田山さんお願いします。下手くそやの。俺に聞くね。俺がそういうことね。ね、演技指導させていただきましたけど、それではね、次の、あ、次、ここ見なあかんのか、じゃあ私の曲をでは次誰かが歌ってくれるということですけどもね、さっき歌った領収書くださいを歌ってくれるそうです。愛媛健一さんが、さっきね、どうぞ、はい、さっきは小さな約束でね、はい、僕の作曲の曲を歌っていただきまして、次も領収書ください、はい、私の作曲でございまして、大きな詐欺師かと思いました。今日はね、もう領収書ありがとうございました。もう今日はね、もう愛媛さんのおかげでいっぱい印税をいただくことができましたね。もう足向けて寝れませんけど、今日はじゃあちょっと領収ください、よろしくお願いいたします。はい、頑張ります、お願いします。歌ったことないんで、今日初めてです。
領収書ください無駄なことだと知りながら経営者なら誰でも口にしてしまう領収書ください人混みでにぎわう三宮お久しぶりの買い物やっと見つけたばっかだ素敵なワンピースお似合いですわお客様自分へのご褒美財布の口を開けた領収書ください落ちるかどうか知らんけど正し書きはいつもの衣装代で領収書ください現金もくださいねえいいですねいやなんか自分の歌をなんか人が歌ってるんで新鮮やねいやねえいいですいいですね車の中で朝から晩まで聞いてました、はい、あ聞いてましたね、はい、結構今回の企画ちょっと無茶ぶりやねこれね